さあ、レッドオープン開け。さあ、ちょっと見つけて、さあ、陣内からの、さあ、先発を持ってきて、さあ、このカレットオープン開け。さあ、このトップの下の下を、さあ、ヒールは、先手50号の佐藤隼人。さあ、まずは各選手、好スタートという感じでしょうか。さあ、ちょっと3コーナー、さあ、ここは大きな混乱もなく、戦ってきております。さあ、ここ4コーナーが2カ月と。あと1個ね、こう、うまく、近づいてみるとかね。
思うんですけども、まあ引き出せのこのレベル高いターゲット、本当最後の最後まで何があるか分かりませんから、まあこれ予選リーグは結構ね無事に見てる感じがするんですけども、まあこれ毎回ですね、ここは勝負のところ一つになっているかもしれません。さあ、私は参考に行きましたが、さあ、ここは勝負。